はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、白血病や、ね、悪性リンパ腫など その血液のがんと言われる、ね、病気をするとですね、治療のために抗がん剤と、ね、放射線照射をします。まあ、その抗がん剤や、ね、放射線照射で、ね、血液細胞のがん化してしまったそのがん細胞を、ね、死滅させるので、その死滅させてその数を、ね、数えるんですけども、ある一定の、ね、数値以下になると寛解という状態になることを、ね、目的にして、そしてその状態を、ね、維持していくために行うんですけども、まあ、抗がん剤放射線照射での治療でですね、そのがん細胞を死滅しきれない状態が続いて回復が見込まれない場合にはですね、骨髄移植とか、末梢血管細胞移植、再帯血移植というね、造血管細胞移植と言われるものを、ね、する場合があります。そしてその移植の際に伴うですね、GVHD、これは、ね、移植変態縮視病というんですけども、分かりやすく言うとですね、移植のための副作用が起こります。そしてその副作用を、ね、抑えるためにですね、免疫抑制剤を飲みます。その免疫抑制剤というのがですね、これがまたね、厄介なんですよ。まあそのね、ずっとこのチャンネルを見てくれてる方だったら、耳にタコができるぐらいご存知だと思うんですけども、めっちゃ厄介な薬なんですけどもね、まあ、それの一部をお話ししますとですね、硬いものを柔らかくする性質を持ってるんです。めっちゃ簡単に言いましたけど、ちょっと今日のお話につながることなんでね、今日は免疫抑制剤というのは硬いものを柔らかくする性質を持っていると今日は説明します。まあ、それがね、原因かどうかわからないんですけどもね、またね、歯が欠けましたよ。歯って硬いでしょ。それをね、柔らかくする性質をね、持ってるらしいんですよ。というか今回の場合はですね、実はそれが理由にならんのちゃうかなって思ってるんですけども、まあ、そこまで近くも遠くもない関係だと思ってるんで、ちょっと喋っていきますね。その免疫抑制剤の副作用でね、骨粗鬆症になる場合もあるんですよ。で、それが関係してるのだとちょっとね、思ってます。でも2日前にね、実はね、かけたばっかりやろうね。まあ、2日前の動画見てくれた方だったらね、もう、わかってると思うんですけども、かけたんですよ、歯がね。で、まだかけてるんですよ。で、まだかけ続けてるんですね、これね。まあね、これはね、いつまで続くかわからないんですけども、まあ、今回の歯はね、上の歯です。この、親知らず、上のね、右の奥の、親知らずから数えて、1、2、3、3つ目のね、歯ですね。3番目の歯です、奥からね。でその以前の動画でもね、歯茎が痩せてきてる感じがしてて、食材がこの歯全体に詰まるというね、話をね、したと思うんですけども、それの影響でね、まあ、爪楊枝や歯間ブラシでね、掃除をするんですけども、その時にね、こう、ポロッとね、取れたんですよ。その虫歯の治療でね、修復してもらった箇所なんですけどね、なんか変な感じがしてて、こう詰まったものがなかなか取れなくてね、そう気になるじゃないですか、歯になんか詰まったら。その歯と歯の間というか、その隙間、歯と歯のもほんまにこのキチキチの隙間のところでこうずれて移動してる感じがしてて、すごい気持ち悪かったんですよ。でほんでまあこのいじりになってね、このほじほじしてたらですね、食材が取れてスッキリしたら、まだ違和感がね、ありましてですね、まあ、これは、まだまだ詰まってると思って、またこう、ほじほじってしてたら、今度はね、ごっそり取れた感じがして、その塊をね、口の中の感覚で、このベルトからね、確かめたらですね、どうも硬かったんですよ。でもその正体はなんとね、以前に修復した時のね、詰め物だったんです。詰め物がね、ポロッと取れました、また。まあ、なのでね、その箇所っていうのは、そのぽっかり穴が開いてしまってる状態なんですよ。ね、もう余計詰まりやすくなったかなって感じですわ。もうただでさえ、この左の奥歯もね、ぽっかり開いてるし、
前の歯のこの根元のね、側面もね、欠けてるしね、全体的に歯茎が痩せてきてるためにですね、詰まりやすくなってる上にですよ、また穴が開いてしまうなんてね、こんなことあります？なんなんって感じですよ、ほんまに。もうね、左の奥歯で食材を噛むと、ね、その歯に詰まるから、その穴開いてるところにね、こう押し込んでいくような感じだってね、どん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 詰まっていくから、右で噛んで、まあ少しでもね、食材が詰まるのをね、こう軽減させてたつもりなんですよ。で、その経験させてるつもりで、まあ、今度の歯科の通院の日までね、やり過ごそうと思ってたんですけどね、でもその片方の歯だけで噛んでたらね、その顎の負担がね、すごいんですよ。そのね、片方だけ負担がかかるのはね、めっちゃ疲れるんですよ。で、まあ、いつも見てくれてる人だったらね、してくれてますけど、まあ、僕の口からは今、その唾液が出にくくなってますので、ちょうど顎の後ろに、ね、唾液腺っていうのがあるんですよ。で、耳の下、まあ、ほんのにここですね、にある耳下腺というその唾液腺のところをね、オタフ風邪になるとね、すごいうわってこう腫れてくるところが、唾液の分泌が悪くなって詰まって、パンパンに腫れてくるんです。感覚的に言うと、その筋肉トレーニング、筋トレしててパンプアップってするでしょ。筋肉がうわってこうね、うわってこう膨れ上がってきてカチカチになるじゃないですか。そのような感じで、ここがパンパンに膨れ上がってきて、すごい硬くなるんですよ。でも触っててもわかるし、一番やばかった時というか、その一番しんどかった時に、もう少しでも噛む回数を増やしてしまうと、もう、ふわってこう、ふんまに膨れ上がって、うわ、やばいやばい、痛い痛い痛い、口開けん、どうしようと言うて、奥さんに見てって言ったら、あんた顔めっちゃ腫れてんねってめっちゃ言われたんですよ。ほんまにこう、見て、わかるぐらいに顔が、ぷくってこう腫れるんですって。で、鏡で見てもほんまになんかここの顎のこの角度がなくなるぐらい、この耳のもみあげらへんからぷくーってこう膨れ上がる感じにね、なるとこなんですよ。まあ、僕が今言ったようなその医学的根拠とかっていうのはね、ないと思うんで、そういうふうに勝手に認識しております。まあ、もうね、その歯に詰まってても我慢せなあかんのかなってね、思ってるんです。歯間ブラシもね、爪楊枝もせん方がいいんかなってね、思ってきましたよ。取れてしまうようなものだったらね。まあ、爪楊枝は皆さんはあんまり推薦してくれませんので、ね、コメント欄でも爪楊枝はやめろやめろってこう言われ続けてるんですけども、まあ、推薦してくれませんので、まあ、主に歯間ブラシでね、あと歯ブラシと普通の歯ブラシでね、我慢しているんですけども、まあね、それもこれもですね、先ほども言いましたけども、免疫抑制剤がね、原因だと、ほんまに思ってます。免疫抑制剤がね、硬いものを柔らかくしてしまうという働きを持っているのでですね、冷たはずの硬いものさえも柔らかくしてしまうんでしょうね。それともね、そもそもの歯をね、じわじわと蝕んでいってるんかもしれませんね。もしこれ蝕んでいってるのなら、冷たものの周りの枠になってる、まあ、歯自体、今自分の僕の歯生えてるもの自体がですよ、これが詰め物だとしたらこう、はまってるわけじゃないですか。で、このね、歯が、こう、溶けてるというか柔らかくなってる、このね、だんだんボロボロになってきたら、こう、隙間がふわっと開くんですよね。なら、緩んでくることになるじゃないですか。で、こいつもゆるゆるになっていると考えられますよね。こんなもんね、ほんまいたちごっこやないかって感じですよ。もう追いつけ追い越せやったらええけど、追いつかない、届かないやったらね、何の意味もないですからね。ほんまにこの治療を続けていく、なんですかね、現状維持のために続けていくみたいな感じになってますけども、まあまあまあね、でもやっていかんと、ご飯も食べられへんくなりますからね。ほんでね、まあその免疫抑制剤を飲む分量もね、まあ今でこそ減ってますけど、まあ今まで飲んでるその分量がね、蓄積されていることをね、考えたら、まあ、これくらいは起こりうるのかもしれないんですけどね、と思ってるんですけども、まあ、実際に僕よりはもっともっと長いこと飲んでる人もいてますし、でもっと分量もね、飲んでる人もいてるんでしょうから、そんな人らはね、どうなんですかね、無事なんでしょうかね。いや、無事っていうね、怖い言い方ですけども、その僕と同じ症状がね、もっとひどい症状がね、出てるんじゃないかなとね、ちょっと思うとですね、あ、でも自分はこれぐらいで済んでるからまだマシなんやなって思いますね。
でもしねこのチャンネルを見てくれてる人の中でね同じように免疫抑制剤を飲んでる人や今まで飲んでた人がねいましたらですね、まあお口について歯についてでもねいいので、まあ、どんな症状があったかとかをねよかったらねコメント欄で教えてください。まあ、コメント欄がねしっくり来なかったらですね概要欄にあるインスタかツイッターの URL でね、DM で教えてください。あのネットに載ってないその患者さんのリアルな情報をねあの僕も配信してますけど実際僕も教えてほしいっちゃ教えてほしいんです。まあ、よかったらでいいんでよろしくお願いします。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてねこの動画このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。